件盛事嚟嘅。咁啊，所以啦，我哋除咗同大家一齊去到 Times Square 嗰度見證住嗰兩部巨型嘅機體真係屹立咗喺香港之外啦，特登啦就揾嚟咧 Bandai 嘅兩位代表咧同我哋做訪問嘅。咁首先咧就有 Ito-san，Hello，Hello， nice to meet you， nice to meet you too， 哦、oh, ，good English， 好咁身邊咧就有 Frederick， 係大家好，大家好，係啦，咁啊佢識講粵語，咁啊就會同我哋一齊做少少翻譯嘅工作嘅。咁啊，今次咧，其實如果大家數數手指一計啦，咁啊，跟啱得隻 Hong Kong 已經嚟到第三站啦，即係我知香港啊，即係第三次舉辦啦。咁啊，之前就做過就 RX78 啦，亦都有咧 Unicorn 啦。咁啊，嚟到第三站都係揀選香港做首站喎，可唔可以同我哋分享一下點解咁鍾情香港，揾香港做首發咧？まあ、あの今回このおでかいイベントについて、なんで香港は香港を拠点として選ばれます。最初のそうです最初に、まず香港っていうのが、まあ、我々バンダイもあの香港がアジアのヘッドクォーターとして、会社があります。で、香港は、アジア全域全体において非常に重要な国と、私たちは、位置づけておりまして、で香港でやることによって影響力がすごく、ありますので、まずは香港をやることによってアジア全体を盛り上げる、そのために、まあ、まずは香港で、そこで、タイムズスクエアが、まあ、我々がやりたいということと、まあ、意見が合いまして、当時じゃあ一緒にやりましょうということになって、タイ香港で最初にやりました。呢度係明一部分嘅啫，所以都係要揾翻 friend 做我哋翻譯啦。我應該好長嘅喎，我同你簡潔啲。咁就首先就阿 Ida 曾講到啦，就香港係一個世界嘅中心啦，即係金融中心啦，就比較亞洲嘅一個中心咁樣。咁就作為一個香港嘅首發站咧，其實係好嘅地方嚟嘅，係啦。咁就所以因為佢由香港嚟開始做起，之後再發起亞洲其他國家嘅，所以係一個好好嘅一個經濟金融中心啦，係啦，所以就可以令到呢件事可以發揚光大嘅，係啦。咁呢個係啊，呢個首先條件啦。咁之後就係講緊話，因為我哋香港咧香港係 Bandai 喺香港咧係亞洲總部嚟嘅，係啦，所以作為一個香港係一個好嘅 location 啦，作為一個開一個 kick off 嘅地方啦，係啦，呢個第二個原因啦。咁之後另外就係仲有講到。因為咁啱我哋今次有機會同 Times Square 合作啦，咁 Times Square 亦都係喺香港同灣度亦都有一個好高知名度啦，好高 traffic 啦，咁我哋係一個非常一個 win-win 嘅條件嚟去達成呢個咁盛大嘅 event 嚟嘅。咁啊，最核心咧講嗰三樣嘢就係香港本身係一個金融中心啦，其次就係佢哋嘅亞洲總部就係屹立咗喺香港啦，咁第三咧就係Times Square 嘅知名度犀利啦，咁所以今次啦，大家嚟到呢度嘅時候咧，就要特別留意一下啦，因為咧今次其中一個重點就係、是，身邊呢一盒係啦，就係、是、馬沙之反擊啊，咁啊兩部嘅機體咧就已經屹立咗喺 Times Square 啦，咁啊都想問一問點解揀呢個主題咧？因為呢個主題都已經有一段時間嘅啦噃。今回の イベントはあのなぜこの逆襲のシャアテーマを選びました。はい、いくつか理由はあります。で、まず一つ目が今回の、イベントのテーマが、バトルということで、戦いを、テーマにしてます。で、そこで、今年が、逆襲のシャアが、まあ、放映から30周年なので、まあ、それを、一つの、まあ、きっかけというか、フィーチャーしようということになって、まあ、このニューガンダムというのも、まあ、アジア、および、香港でも非常に人気のある、モビルスーツになりますので、それをじゃあ、今回は、立像にしようということで、この2体を選びました。Okay, 我聽到一個重點，30周年，冇錯啦，之後都要交俾 Frederick 啦。係啦，咁首先就講翻啦，啱啱就係講呢個日文叫 Gashunosha， 即係咧中文就係馬沙之反擊啦。係啦，啱啱呢套動畫咧就係啱啱就今年係30周年，所以咧就我哋就揀咗呢個主題，就做咗呢個 event 嘅張柱立像啦。咁同埋咧因為我哋今次個 event 嘅定位啦，就係一個決戰 battle 嘅 theme 嚟嘅。
所以就咁啱就係呢兩個主角 ，OK 一個主角阿寶啦，同埋敵人德馬莎一個對決一個係啦場面嚟嘅，所以就會揀翻呢個Giant Model 做啦。咁另字啦，仲有一個原因就係因為而家啱好似近排喺日本有一個投票嘅網民投票，咁就選出就係話 New Gundam 係一個最受歡迎嘅機體啦。咁所以就我哋都好理所當然地，我哋就會揀一個大家眾望所歸嘅一個選擇嚟做一個。同意啊，同意啊！特別啦，即係如果大家有睇開動畫嘅時候咧，去到即係尾段咧，佢哋決戰嘅時間雖然唔算話極度長啊，但係咧佢哋打嘅背後咧，大家都有個好強嘅原因咧，就令到中意馬莎嘅朋友咧，又有啲心痛；中意阿寶嘅朋友咧，又覺得點處理好咧？即係你知佢哋亦敵亦友嘅關係，其實都係好難取捨，亦都好難處理嘅。咁所以即係嗰個 ending 咧，就到而家都好啦，我睇完都有少少心噏嘅，係啊。咁所以有幸咁樣啦，係啦，有啊，係咯，即係咁究竟個結局係點咧？即係咁樣。咁呢個位係幾特別嘅，我都覺得，亦都因為咁，所以大家印象應該最深。咁啊，除咗帶咗一系列嘅玩具模型嚟之外啦，咁啊，即係大家如果留意開玩具 TV 都知道，我哋都介紹過一系列嘅 product。咁呢度咧就唔特別多講，反而咧就想講下今次嘅展覽。在時代廣場裏面除了有這兩部巨型的機體立在這裡大家可以拍照之外還帶了什麼東西來讓大家無論大朋友和小朋友都可以接觸都可以互動的呢今回的イベントは6メートル的立像の他に他にも惹かれる目玉のところがどこにありますか今回は、例えばですね、一つ外にあの立6メートルの立像の、横に、ゲームゾーンというものを用意しました。これは、今まで過去、香港以外にも、ガンダムドックスをやってるんですけど、初めて、ゲームを一緒に、やる、初めてのイベントになります。で、もう一つが、中のカバードピアッツァの場所で、今回、今香港では、放映中のガンダムビルドダイバーズから、ベア界にフィーチャーした、ベア界ランドというものを、今回、作りましたこちらは、コアなユーザーだけではなくて、ファミリーだったりとか、子供、あとは、カップルの方たちとかそういった、よりライトな方たちが、写真を撮って、楽しめるようなそういう場所を作ってますであとは、地下1階 の, あのシティスーパー前ですねこちらに、香港では初めてとなる、G ベースを、G ベース東京のポップアップストアということで、初めての G ベースを展開するということで、おそらくアジアでも、非常に、G ベースに行ってみたいという方たちだったりとか、G ベースの限定品が欲しいという方たちが多くいましたので今回それにその、皆さんのご期待に応えるような形で G ベースを東京から持ってきたという形になりますへえ、OK 我聽到又係有個 keyword Game Zone OK Game Zone 冇錯咁啊 Project 就係要靠佢啦同我哋解釋一下都幾長篇喎即係都好有份量好 juicy 嘅內容係，我一定要盡量去網絡曬所有啲內容先。係啦，咁首先有三個大個主題啦。第一個主題就係、是、除咗呢、這個六米高達之外啦，咁我哋仲有一個係叫Game Song嘅，係啦。咁首先因為高達呢個人character 啦，裏面有好多唔同商品啦，有模型啊，有Metal Gear啊，有好多 game 嘅。咁呢今次係一個最 official event 啦，而將好多唔同嘅元素擺埋一齊嘅，咁令到可以唔同嘅 user 啦，都可以 enjoy 到我哋高達呢、這個這個 character 嘅，係啦，呢、這個係唯一啦。咁之後第二就係一個叫做我哋一個喺 cover piece 裏邊有個叫做 Bad Guy Land 嘅，即係喺嗰個一上地鐵入出嚟左手邊有蓋嗰個 area， 有蓋嘅 area， 係啦，即係唔會露天嗰個 area。係啦，係啦。咁嗰個咧就係一個而家啱啱而家就播一套新嘅高達動畫嘅，叫做Gundam Build Divers 嘅，係高達創。創戰機，創戰潛行者啊，潛行者 ，Divers 潛行者，係啦。咁咧就佢啱啱入好似係第八話咧，佢就係講一個係佢哋去入咗個啤街樂園嘅，係啦。咁就即係紅霸樂園啦，咁佢哋就可以好似好得意咁啦，咁裏邊有多同 Master 啦，咁就好多大小朋友都可以 enjoy 到佢個主題啦。咁然之後就可以當然影相留念啦，呢個係一個好好景點嚟嘅，咁一家大細都可以去 enjoy 去玩啦。係啦，咁啲仲有第三個要素咧，就係我哋喺 City Super 前面嘅喺
地下 B1， 我哋有一個叫Gundam Base Tokyo 嘅 Pop-up Store， 係啦。咁因為好多 fans 其實都好好仰望去響我哋喺東京台場嘅一個Gundam Base 嗰個係啦，係啦，地標啊，直頭係。係啊，個旗艦店啦。咁我哋咧就將一個軟面嘅個 Pop-up Store 形式，就喺日本空港嚟香港嘅。就帶俾好多唔同嘅香港嘅朋友啦，可以又去買，都可以購買到我哋Gundam Base嘅限量商品啦。係啊，緊要啊！嗰啲真係印住，淨係一個盒面啊，都印住Gundam Base嗰個 logo 嗰個字啊。咁啊，所以呢啲就真係唔係周圍有得買。係啦，仲有啲同埋好多唔同周邊商品啦，又有啲食物啊，例如曲奇啊、曲奇餅啊、waffle 嗰啲嘅。係啦，咁呢啲食品都係日本直送嘅。哎呀，我哋好期待個Gundam Cafe可以喺香港度。見下街燈啊，可以吉下揸鼓嗰只角啊嘛！我哋係啊，日後我哋有機會係。好期待！咁嗱，頭先都講咗有個樂園啦，有個 Game Zone Area 啦，亦都有個Pop-up Store 啦。我反而咧講到樂園中間咧，有隻熊嘅，紅色仲要寫住紅雙喜嗰個喜字啊嘛。其實加咗呢一個中國嘅元素或者中華文化喺入邊，喺個古仔入邊，其實本身係。點樣有呢啲靈感咧？甚至乎個機體設定係咪即係日本嗰邊負責啊？定還是我哋香港嘅同事去處理嘅咧？再講日本翻譯先。好，係啦。今回の別海ランドの中に、あとそういう赤い別海があって、その赤い別海は中国風のモチーフがもうなんかあって、そこのデザインの開発の経路をご説明いただけますか。こちらはですね、もともと前回の、ガンダムドックスアット香港2の時に、我々のチームで開発をしました。で、それまでは、我々海外で働く、バンダイのメンバーで、海外のオリジナル商品を作るということはほとんどなかったんですけど、アジアおよびですね、香港、中国だったりとか、そういったファンのために我々としても、我々のオリジナルの、ローカルのオリジナルの商品を作りたいなっていうところが、始まり でやっぱりせっかく作るんであればその土地、香港らしさだったりとか中国らしさを、前面に出したいなというところで、開発したのが、ダブルハピですというふうになります。はい、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 首先咧，以前我哋啲高達開發嘅商品咧，都係喺日本度，日本靜岡工廠做開發嘅。咁就我哋以往就香即係海外比較少啲參與啦。咁就係自從今次我有機會喺香港做咗Gundam Docs event 啦，一個咁 local 嘅 event。咁我哋今次海外嘅 team 係啦 ，band 海外嘅香港咧都參與咗開發嘅過程啦。咁我哋就係想多啲 local 嘅元素落去，係啦，即係點樣先有更加香港味道咧？咁我哋香港 team 裏邊咧就諗好多唔同提案啦，咁我哋就最終就結論咗就有呢個叫 Black Eye 五百嘅紅心喜啦，咁有紅色啦，亦係有紅仔啦，所以我哋一個叫 Play on Word 啦，就係一個紅心喜咁。哦，直頭食埋個諧音，紅心喜，咁即係直頭會唔會係由當年即係2013年嗰陣時第一次跟 Up Dot Hong Kong 嘅時候已經慢慢結緣，慢慢發展，然之後到今次我哋見得到，即係一路儲落嚟嘅喎。係啊，其實我哋去到第二個Gundam Docs度咧，就我哋就決定再擺多啲元素落去嘅，即係local元素係啦，令到大家即係我哋嘅海外仲都係好被重視啦，係啦，咁可以令到大家仲有一個親切感咯，同香港係啦。而今次嚟到第三場啦，即係第三屆嘅Gundam Docs Hong Kong啦，亦都有個財神版啊！這個財神版好正，即係深厚。上次嘅嗰只紅鬼鬼就深厚有個紅雙喜嘅字啦，今次直頭有個財字，係啦，財仔個財字。然之後隻手亦都有銅錢喺側邊，呢個係咪都係香港嘅設計嚟㗎？係，我翻嚟下先。好，今回のこの限定品の中に、モモカップル、赤版。今回はダブルハピネス、ダブルハピネスではなく、財さんのバージョンがあって。手の甲のところにコインの模様もあって真ん中のも材料もあってそういう開発の経路の説明お願いします。これも、前回の、ダブルハピネス出会いにも、似てるアプローチになります。で、我々日本人も、そういう縁起のいいものを、置いたりとかもしますし、香港はまあ香港の人たちも、玄関だったりとかに、
そういう縁起のいいもの、お金が入ってくるだったり、あのラッキーだったりとか、そういうものを、置いていると思うんですけど、今回我々も、そういった、なんていうんですかね、生活の中でも、親しみが持てて、楽しめるような、そういったあの、まあ、なんていうんですかね、すごく真面目なかっこよさだけを追求した商品だけではなくて、もっとすごくポップな感じだったりとか楽しさというものを、表現したいなというところから、今回の、チョイさんバージョンが、できました。It sounds so good, Choi San. Choi San. Choi San. 好啦，有請翻阿 Frederick 啦。係，咁咧今次就呢個開發嘅經歷啦，我哋都係一個用一個類似同 B 加差唔多嘅，但係我哋想轉一種嘅 angle 啦。咁其實我哋都要諗翻我哋香港同香港有咩貼切嘅話題咧，就係例如我哋平時香港人屋企啦，都要見到佢哋門把裏面可能掛一啲例如紙筒啦，或者啲揮春啊，啲一啲好意頭嘅嘢。咁我哋咧就，所以我哋就諗咗一啲招財進寶或者財神呢啲咁嘅呢啲咁嘅字眼嘅，係諗住我哋就揀財神嘅。係啦，咁就同埋呢個字啦，首先阿 Edison 就冇解釋咗嘅。咁財神呢個其實係我哋中文嚟嘅，咁日文冇呢個字嘅。所以咧，我哋今次咧就照調翻轉頭，我哋將我哋香港文化譯翻做 send 翻去日本，叫做叫做齋仙。齋仙。齋仙就係呢個財神，係啦，呢個咁嘅名嘅。有趣喎，呢個文化嘅交流就係咁樣雙向㗎啦。即係等以前啲廣東歌其實即係改編日文係啦，即係歌曲㗎嘛。咁而家我都知道有啲調翻轉頭，有啲日本嘅歌手都用翻廣東歌，即改編成為日文版本。即呢樣嘢，我覺得係一樣好開心嘅文化一種互動，一種交流咧，好有趣，好有趣。仲有一個少少嘅特別嘅資訊嘅，就係關於其實咧，如果你見到摩摩合符裏邊咧，佢裏面有隻細嘢嘅，係金仔啊，金仔嘅，金色嘅就嗰個。係啦，咁我哋嗰個咧其實我哋個諗個開發嗰陣時咧，就係將佢定位為一個元寶嚟嘅。所以我哋就做一個黃金黃色嘅顏色俾佢嘅。打到開咯，好有趣，好有趣，好有趣！哇，第日可以即係整多啲唔同類型嘅嘢。我喺度諗緊，會唔會第日有關二哥又翻翻落去？即係你知有關二高達啊，高達武鬥傳有三個。係啊，咁啊，今日咧非常之多謝兩位啦，係啊，好榮幸可以邀請到兩位係啦，來自 Band 帝嘅代表同我哋一齊傾下偈啦，講下關於今次展覽嘅一啲幕後花絮啊、前期準備啊。咁啊嚟緊啦，除咗香港之外，都會去其他唔同嘅城市喎。下一站會喺邊度啊？下一站暫時仲未決定嘅。仲未決定嘅。係啦。哦。首先要做好香港先。好。咁啊嗱，所以香港嘅朋友你有福啦，因為真係第一站就喺香港出現。咁啊，再一次多謝曬兩位 ，thank you，thank you。咁喺銅鑼灣，大家有機會咧就撞下佢哋啦 ，OK。剛才見子龍聊得很開心，我們這一局都差不多了，就很多謝 Times Square 啦，這個地方給我們，都公關妹妹啊、姐姐啊幫我們手了，就很開心可以跟 Bandai 可以有一個比較詳細的專訪，大家留意我們繼續，我們都會有一些 Bandai 或者高達的資訊的，先。